สวัสดีครับพบกับ Channel Max Station นะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Ghost of Tsushima นะครับเก็บเวทลองให้หมดก่อนแล้วดูเวทหลักต่อเลย Let's goพร้อมเนี่ยหรอそろそろだค่ายโลนินมันจัดโลนินที่ใกล้ที่ค่ายใกล้ตกผาเจอแล้วเจอแล้วคาเกงวะเซนโซซึ่งหน้าครับมีสองเฮ้ยรอรอเฮ้ยร้อยหมดจังไอ้พวกโลนินお見事でございました。เก็บของแป๊บนึงนะครับมาคุยกันเราお主宿の者か人違いかと浪人は東へ向かいました東とは川沿いの崖だと言っておりましたあそこだろうなお主は荷をまとめて逃げろมีต่ออีกแล้วเนี่ยเพจนี้อีก260เมตรต่อมา
มันไม่ยอมเข้ามาดูนะเมื่อกี้เหยียดเลือดไปเยอะเลย侍だ。นี่สมบัตินี่เก็บยากมากเลยเกมนี้もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。離開遠い。サンタがおるはずだ。あっちから音がした。俺も行く。抗うなよ。โอเค、もう無理だかね。หมดยังผมมาช่วยแล้วครับโอเรโนことより宿へ急いでください。旅館行くな。切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つくものは出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。เสร็จไปอีกหนึ่งเควสเควสย่อยอีกเควสเดียวไปลุย
โอ้สามกิโลโอ้โหお侍、あなた様は鬼に勝てるとお思いですかな。奴らは四方から襲ってきます。もうこの嫁になんかにされていなきゃいいな。โลเนนพวกนี้อ๋อไอ้เมืองที่เคยมานี่หว่าลูกดอกพิษโหจะ20เลยเหรอお役に立ててくださいまた頼むぞ目的を達せられます。ラフェクメという娘を知っておるか。アキュードの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは。悪いが知らないね。แก๊งหมวกฟางนี่クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。そう悪い暮らしでもない。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。ฆ่าทิ้งให้หมดเลยได้ไหมเนี่ยโดนินもしお侍こちらへその娘を知ってますนี่มันจะรู้เรื่องはいですがここではついてきてやはり何か裏がありましたか。そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。ラフォマカールはね。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか。固く口止めさせられていたのですが宿はどこだ街道の先の沼中ですไม่บอกแสแล้ว800เมตรคว้าไปดีกว่ามั้งทนเวลาหน่อยอยู่ในเขตแล้วนี่ว่าแต่ว่าไม่มีลมเดียวกังเดียวกังไม่น่าหายากเท่าไหร่โอ้โหเพื่อนThank you.
ียบให้หนึ่งดอกตันแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะมาแน่นะมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวก็หรอกดูเหมือนเลี้ยวกลางที่สุดแล้วล่ะนิมานาคาโนยาดุคุเมะกะโอรุฮาซุวันนั้นเลยนี่พวกโจรซาอิซุเดโมคอยเท่าไหร่
ตัดทั้งหมดเลยやらされた人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って、多くが立ち止まり助けてくれる人もいました。もう終わった、家まで送ろう。มีเหลืออีกละสตูให้หมดมาให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวประกันให้ทำอะไรต่อพาไปที่ปลอดภัยตรงไหนคือที่ปลอดภัยของเขาฟันมันอยู่แล้ว今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。ロニーนี่มันตัวแสบจริงๆนะเนี่ยตัวแสบ礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて、もう一生母さんに会えないかと思った。ไปอีกหนึ่งภารกิจภารกิจลองเสร็จหมดแล้วลุยภารกิจหลักเลยโอ้ 1.4 กิโลขอวาร์ปมาแล้วกันนะครับเราต้องไปพบท่านลุง
将を殺せるのはともかく、さすがに空から飛んできたって話。フグは己の腕の一部と思え、体の芯を使って振るうのだ。そうだ、よいぞ。うちの道具を見ていってください。相手の体勢を崩せ。ウッドワンパッサー、お目が効きますね。では、またいつでもいらっしゃってください。おお、酒井、よくやったな。ท่านลุงไม่คุยกับผมแล้วครับ。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜蔵は今どこに？この近く、高野山。お前が行かずともよいのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよう。こちらは戦支度を済ませておく。ตามล่าริวโซใช่ไหมยูนาも来るやもしれぬな。20เมตรเองอยู่แถวไหนอ๋อใช่ละ全部は無理だからね。何を置いてきゃいい？行くのか。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜蔵が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも竜蔵を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろ。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜影に紛れて一人で撃つさ。ないな。地頭様が槍川家と戦った時です。力を落としてました。待っていろ、竜蔵。あ、竜蔵。
거예요진정히쇼부구조크자파코아라루키ขยับหลอกผมอย่าขยับหลอกผมอุ๊ยกูเจ็บเจ็บนี่คือป้อมหรอเหมือนโรงแรมนะเมื่อกี้เลยทอริเดโอซาบริกาเราทำประตูหน้าเลยเหรอเราเราวิ่งบุญเล่นทำไมตรงไหนล่ะท่าน
อ่ะเจอแล้ววนไปตั้งนานもうこめ我が物顔でのさばっておれ坂井様お待ちを見つかるぞお一人では無謀です姉さんが行かないならせめて俺がこれは戦なのだぞ共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんかでしょうクロード様モーコとは戦わせぬぞもし何かあればならば敵の目を引きます幾人か連れれば戦いやすいでしょう分かったただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め決してしくじりませんではそろそろ行くぞこっちだついてこい汚い野良犬ども志村様に所在を告げてやるお侍が押し寄せてくるぞみんな一網打尽にされてしまえ侍特攻かเรามาดูหน้าเลยเหรอเต็มในกันหมดสองเช่นวันเฮ้ยมันยังไม่เห็นเสื้อผ้าเราเขอะไปหมดนาぜ来たかわかるな居所はあえて漏らしたからなハーンと会ってくれ聞く耳は持たんよくも裏切ったな島を守りたくないのか切り合う意味なんてないんだぞいや龍蔵意味はあるあお
ล็อกเดียวหลับเลยซากายซามะซากายซามะ目を開けてくださいタカなぜだあまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが見つかってまずい逃げなければここで死ぬんでしょうか諦めてはならん縄をほどけ少しでも緩まればタカ耐えるのだ喉が渇いたろう馬乳酒馬の乳の酒だ我が相場のな昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった情けより実を取る我らは似ていると思わんか俺は武士だいや一介の武士ではなかろうクロウドだ下るよう民を説き伏せろさすれば兵を引く己に従う気はないその言葉志村からも来た戦が終わるというのにもうこの区別にはならぬ誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さよくわかる英雄となるべき我らがその機会すら得られるクロードは英雄だ聞いたか民は己に従うなぜ救ってやらんのだ同士討ちをさせる気か竜像のようにだが無駄ださすがはクロウドこやつの身は案じておらぬか殺せ逃がしてやる、選ばせてやる今度は過つなよก็เพิ่งยังมาได้หลุดตอนนี้นะเอาชนะหมวกฟางทุกคนคึกเลยครับเดี๋ยวอย่ารอกันยูรุซันโดะ
目を離すなよ。バカの敵だ。หมดยังหนีไปได้คนหนึ่งนี่ว่าอีกคนทรยศรวยแล้วจินยูนาさっきハンとリュウゾウを見かけた。タカはどこ？いるんだろう。あんたを追うって文があったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで言っちまったのさ！あたしに黙って！憧れてたからだ。どうしてついて行かせた。戻るよう言ったがどうしてもと聞かず。どんなのわかんない。この子らしい。置いてけない。Yeah!
私は終わりだ。あとは龍蔵殺してやる。ハーモン、今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。タカを巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや龍蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。เมื่อไรจะได้ฆ่าไอ้ตัวขาดมันหนีไปอีกอ่ะ行くあてもやることもだから残る。戦うよ。まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。タカの最後どうだった？モノノフであったぞ。ลุยเควสต์ต่อ อากรรมของซูชิมะ武士がおるぞ。何やつだ。坂井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下踏みが届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち、猛虎に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。かまった時からであろうが。え、パーカマー。車輪をよく見て。酒井様。乗りよ。新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も、槍川の戦士も、戦の前に心を沈めた方がいいかと思いまして。そうすれば、世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。
助かったぞ。御仏のご加護がありますように。寝れた。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに、こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。大龍、赤の。ノークは刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。本当に人だったのか。ああ、どこから見ても生きてる人だった。お礼なんかじゃない。嘘だね。はい、まるの。ただの人が夢の中で殺したり、影から作ったという鎧を。大龍。子供の間でも噂。クロード様が技の裏に入ったらしい。アリハブロン。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは？申し分ない。腕はないが、肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。もう子供を船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。だかいりやめでちゃうよ。車輪をよく見て。いいのもね。よく働いておるな。誰も怠けてないか、あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならあっしも精を出さなきゃね。なあ、心なしか泡の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。きっと食べ飽きたんだ。魚が恋しくてたまらないな。違うよ、味が変だ。実は泡が足りなくて。他の…いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子も槍川も信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。あの俺どうすんない。もしお前がなんて名前だ。誰のことだ。
猛虎どもに壊されてしまった。奴らが対馬に来る前は満月の旅に参ったっていうのに。何かあったのか。ん？別に。どうした？何かがいつもと違う気がする。じゃあ帰りやめればいい。役立つものばかりです。坂井殿。どういう礼じゃめ。小賀殿、叔父上の所在は丘の上でお待ちだ。道中小賀家のものでお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。ルイ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 、働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロウド。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、お伊吾殿がお着きです。陣、上におる。ครับหล่อนกับบันไดนี่จังเลยนะよい働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手強く、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、猛虎どもを対馬から打ち払う。三大郎がね、志村殿に続け。進め。皆殺しだ。
道を開け。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう、どうしよう。あの役だ。このままでは進めない。堺、お前が策を練れ、あの兵器を壊すのは武士らしく。わしはここに留まり矢面に立つ。離れないでよ。離れるな。この者とどまれ。行け堺、ギアリを奪え。やばバーソー。バーソー。バーソー。手抜か
登れ。ヒアリを奪った。進め。
มุนไม่ได้นะสกายขึ้นไปยาวฟราเซลโซยูโนสเกดัชจะทำมากระเซตักินะให้ระเบิดを見ろ。敵が引いておる。ハーンの敗走を許すなど何か妙です。ระเบิดเข้าไปเป็นไงหมดเลยสมุไรนั่นということだどうして行かせたあれじゃ犬死ねだ戦場で死ぬは誉れよ精鋭を集めろ橋を修繕して夜明けに仕掛けろいえ兵が足りませんだから言ったのです黙れ他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った一息に攻めれば明日にも戦は終わろう大勢が死にましたそれが戦だ守らねばならぬ命です私があの橋を渡り毒で殺します愚かな策だ民を救うための策なのです民を恐れさせるだけだその道を歩み続ければお前も獣になるぞマレある戦いを忘れるな。ホマレは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた？あ、お、どん狼目さん。ジン、もう結構です。マサコ殿、ご無事でしたか。運が良かったのだろうな。息子を見送れなかった償いに、最後までこの若者たちの世話をしてやろうと思っておる。叔父上は朝方、追い打ちをなさるおつもりです。何か策をお考えなのだろうか。若いのが傷つくのは見るに耐えぬ。あるはずです。なすべきをなせ、いつでも力を貸す。よくね、もう一度続けておれ ね、ข้างประตูรอดเลยね志村様のゲージで橋が修繕されてる叔父上は策を貫くおつもりだ犠牲が増えると承知の上でみんなあんたを頼って集まったんだ分かってる半時でトリカブトを集められるかまあわずかなら人を頼り集められるだけ集めろ
猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いで鳥兜を集めた。足りそう。これで何とかしよう。あ、เปลี่ยนชุดใหม่ไปแล้ว。やぐらに行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。ยังไงนะชุดนี้ใส่ชุดซามูไรเดิมไม่ได้หรคนอื่นมันปีนกันไม่เป็นหรือยังไงยังไงวะเนี่ยเสร็จแล้วอยู่ไหนแล้วล่ะเ
清하루เฮ้ยนี่ไม่เห็นจูฮอนไทสุดท้าย倒した毒を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で、火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば、庭を抜けた方がよいな。ไม่ได้ดิแล้วไปทางนี้รอช่องตรงนั้นพลาดเลยมีอีก2ตัวอยู่ข้างหลังทำไมทำกันแบบนี้気づかれずに酒のところへ行かねば庭を抜けた方が良いな。おい、Hello,
วางตัวเลยไม่น่าวางเล่นเลยแหมเดินถอยหลังด้วยนะแบบนี้เลยก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะต้องลอบไปทางไหนอ่ะに潜り込み酒に毒を入れる。ถูกโจมตีตรงๆยังง่ายกว่าอย่างนี้내기좀하신다야선배เฮ้ยอย่าเห็นผม love you huge wish wish sell the bits
中派。ดูก็เป็นหนอนเลยโอ้โหทำอะไรบ้าๆบอๆไปแล้วมันมีทางที่ไปได้ง่ายกว่านี้มั้ยนะอย่าให้สัญญาณเตือนดังนี่มาใกล้แล้วあそこにあり、あとは毒を入れるのみ。이내바스타토가왕꽁따토와ส่งเคราะห์
หลืออะไรเก็บอีกไหมระเบิดไม่มีแล้วลุยป้อมเลยดีกว่าจินハーンはどこだ北へ行ったクロードの首を取れと言い置いてなまあ、ในคนทรยศならば取りに来るがいいお前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ奴はタカを殺した俺の仲間も死んだもう味方はいないお前しかなあ二人で猛虎を撃ってやろうぜ今さら茂ったことを言うな俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろお前が言えばみんな黙れ お前ほどの友はいなかった下れそして報いを受けよそれしか道はないそれは無理だ。なぜくだらなかった？おじごの手で殺されたくない。危険ドクとはなおじごの教えに背いたかこうするほかないのだเหยียบท้องไปเลยตัดหัวซักเจิงตานมุซาลาบะดาดิวโซWe'll be right back.
竜像は、そうか。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに盾は足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。叔父上、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。仁、鷹のためだ。行け。นักรบปีศาจนี่คือโดนจับขังเหรอเนี่ยเรื่องกำลังดราม่าอะไรทีเดียว何用で参った。志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番号を捨てろ。ここから出られるわけないでしょ。เก็บของเลย。มีคนมาช่วยแล้ว。仲間に飲み干されたりして。そういえば、島に着いてから水しか飲んでおらんな。ならば酒が染みるでしょうね。ケンジ、何をしておる。見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か。あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを。おじゅう、雅子殿、ノリオ、石川先生と
大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでらっしゃいます。見つかってしまうな。หลบเข้าต้องหลบออกอีกวะเนี่ยโอ้โหหกริのない犬ね武士の名れとはまさにこのことこよい主閣の庭でお話をなさると聞いた。猛虎は言った。そうでは殺し方が無能くて人じゃないみたい。มันจะไปทางไหนดีวิออกได้เว้ยคนมั่วเลยソラ酒井殿が逃げたぞ。隅々まで探すのが逃がすな。我らも探しましょうか。ท่านซาคายอยู่นี่แล้วโอ้ยเจ็บดูดูไปเลยไปเลยอีตาโซบาจูโดะยิงกันนะตายเลย
ตัวองค์ที่สองจบวงที่2แล้วเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวผมต้องขอตัดจบก่อนนะครับสวัสดีครับ